る。なんと。山さん。え。夏ですね。夏だ。久々の UG&1 タブ。今日は、このオフシーズンに行く、今年からオープンしたっていうバンケールなんですか、芝パーク、そんなのあるの。いやいやいや、知ってたよ。一つ問題がありまして、同じ T シャツはダメ。なんでよ、チームダメや。でもね、ETF チームって、どうですか、久々のスノーボード。あのね、この時期にスノーボードをできるっていうのはすごく嬉しいが、僕ね、仕事でね、体がね、ボロボロ。今年もあれですか、このトークは切っていくパターンところで、これからスノーボードやろうと思ったんだけど、ちょっと財布車に忘れたからよ。金貸してくれるか。ちゃんと持ってこよ。あの手に持つやつだから忘れるんだよ。あの変なさ、チェーン付きの買いなよ。チェーン付き、ダサくね。あの小学生がやったのパターンってやったんですね。お前。ただ着きましたね。ただ誰もスノーボード持ってる人いないですね。あれがキッカーです。ここですか？ここじゃない？受付まで行って。受付。あ、やってる。すごい面白そうです。じゃちょっと用意してきますか。受付しますか。皆さん腕のやつこれしました。はい、じゃあ着替えます。私靴履きますから。汗物ないですか。ちょっと、ウェアダメだからね、夏だから。スノーボードなんかウェア着るじゃん。好きにせや。さて、遠山さん、一発目、ちょっとどんな感じか行ってみてください。またこれトンって降りた瞬間にこけそうよね。転ぶの、転ばないでね。おおどうすか。意外といける。おお祈りしますね。久々のお祈りですか。ゴー。
キングスで飛ぶよりもこういうところで普通に遊ぶのもいい感じですね。ね、はい。さっきさこさ飽きたらさ、はい、あれスケートやったりさ、はい、キューブやったりさ、ああはいはい。ね、ラウダーみたいだね。いやラウダーではない。今日はラウンドワン押していくから。いや、いらん。ちょっと。何してん？え？怪我できないの？ねえ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 。夏。怪我できない。ちょっと、あ、こう来る。怪我できない。やばい。受け止めた。怪我できないから。バカだ。はい、でもね、一つ思ったことがある。なんすか？すごくね、恐怖感がなくなった。転んでもきっと痛みは半減ですからね。ウェアのいいところが、はい、初めて分かってますね。そうだね、防御力がね。防具って大事なんだなって思った今日このものです。はい。よし、じゃあ行ってみましょう。あ、なんか冬っぽい。冬っぽい。どうですか、オフトレ、あのウェアで。ほんとね、うん、これ上手くなったかもしれない。何がウェア着たことによってテンションがちょっと違うわ。え、モチベーション上がるでしょう、ね、なんかね、はい、なんか熱い。いや、俺ですら熱いから。ん、俺ですら熱いから。今日サーブル体重59と思う。いや、これはや見てるだけで熱い。あれ、もう脱ぐんすか？汗だくんですけど。暑いもん。どうですか、冬を感じられました？うん、あと3ヶ月だね。待ち遠しいですね。あのさ、はい、冬なのに T シャツで滑ったりさ、はい、夏なのにウェアで滑ったり。なんなの？いや、なんか逆のことやってますよね、うん、やっぱりこう場の空気ってあるじゃないですか、うん、まあ、そこにあまり見ない光景をやることによって楽しみが生まれる。考えてやってないと。すごい汗。イエーイ、イエーイ。ネットも超えるぐらいの勢いでいて。嘘でしょ。ちょっと失敗しないでくれる、そこで。ちゃんとやって、ちゃんと。Thank you.
小山さん、はい、オフシーズン、はい、オフトレ、うん、スノーボード、うん、スケート、トランポリンとかいろいろやりましたけど、どうですか？いや楽しかったね。楽しかった。暑いけど。いや、うん、え、なんで上着ないの？スノーボードするのにウェアは必要でしょ。そうですね、うん、山だから、山舐めちゃいけないわ。22度じゃあね、じゃあ温泉入って、うん、ビアガーデン行って、うん、まあ、ラウンド1楽しいね、これ忘れてなかった。その下り忘れてなかったね。また来年もね、うん、ちょっと行きたいなと思ってますけど、うん、ちょっとキッカー今日風でね、うん、飛べなかったけど、うん、でもあれ大丈夫じゃない？何がですか？マットなくて、マットなきゃダメだから。はい、じゃあということで、はい、来年また行きましょう、はい、次はね、冬に向けて、うん、もうちょっとなんで、うん、しばしのお別れです。何か言うことありますか？待っててくれる人を楽しませるように。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイ。疲れてる。